プロイセンプロイセンプロシア5プラスサは原宝ランド北部からカリーニングラード州ロシアの飛び地リトアニアにかけて広がる地域歴史的には北にからクルシューサスにかけてのバルト海そしてビスは川流域西方からネマン川の間にある内陸のマゼリーにかけての地域であるプロシアプロシアは英語名プロシアに基づく名称である プロイセン公国とブランデンブルク編共迫を起源とし、ドイツ統一、ドイツ帝国の中核となったプロイセン王国、ドイツ語、クニクライクプロイソン、A、キングダム・オブ・プロシア、ポーランド語、クロールストープラスの国名は、この地域の名称に由来している。プロイセン地方の領域は、西側は、ポメラニア、ポーランド名、ポモージェ、ドイツ名、ポンメルンでドイツに接し、 東は、ネマン川、ドイツ名メーメル川を境にポーランドとリトアニアに、隣接、ビスワ川、ドイツ名バイクセル川で、東プロイセンと西プロイセンに分けられる。東プロイセンの中央には東西にプレゴリャ川、ドイツ名プレーゲル川が流れ、その河口に、中心都市カリーニングラード、ケイニヒスベルクがある。プロイセン地方は、1772年の、 ポーランド分割以降全域がプロイセン王国、後のドイツ国の領域に入っていた。だが、第一次大戦後のベルサイユ条約によって、ダンツヒ以外の西プロイセンは、いつ国からポーランドへ割上され、東プロイセンは自由都市ダンツヒと、ポーランド回廊によって、ドイツの飛び地になった。第二次世界大戦勃発、ポーランド侵攻後、戦時中は再び全域がドイツ国、 ナチスドイツの管理下に置かれたが、大戦後は、西プロイセン全域が、ポーランド領に、東プロイセンは、ソビエト連邦、ロシア、リトアニアとポーランドに分割され、それ以降は、プロイセンという地域名が現地で使われていない。第二次世界大戦以前のプロイセンの住民は、東方植民によって移住してきた、ドイツ人が多数を占めていた。だが、終戦前後に、ソ連が行った、 ドイツ人追放、または国外避難で、ほとんどのドイツ人は土地へ移住し、現在のプロイセンの住民のほとんどは、ポーランド人、ロシア人、またはリトアニア人となっている。プロイセンという名前は、プルーセン人、またはプルッセン人として知られるビスは川口付近に居住した、先住民に由来する。民族大同以降は、ソルブ人やカシューブ人のような、 スラブ系諸民族も重視できた。またもう一つの説では、ロシアあるいはルーシの近くを、プロシアと呼んだことから来ているとも言われている。西暦98年、タキトゥスのゲルマニア記述によると、スエビ族、コート族と、その他のゲルマニア民族がビスワ川両岸から、北東湾まで居住していた。約800から900年後、アエスティは、コ、プルーセンと名付けられ、 997年以降ポーラン族の新興国からの侵略には幾度も抵抗に成功した。10世紀に西スラブ民族のキリスト教家が進むと977年にポーランドのボレスワフ一世はアーダルベルト司教を軍事とキリスト教家の不協目的でプロイセンに送り込むがプルーセンの異教主催により殺された。プルーセン人は1015年 1147年、1161から1166年、そして13世紀中幾度ものポーランドによる侵略を撃退した。ポーランドのコンラト一世は、北方十字軍を徴収し、何年もプロセン侵略を試みたが敗北に終わった。教皇は十字軍をさらに準備した。ついにコンラト一世は、クルムランとゲンヘウムの領有権と引き換えに、 ドイツ騎士団を招兵し、プロイセンはの期間に、ドイツ騎士団により征服され、プルーセン人と近隣のリーブ人たちの領土はドイツ騎士団国家の管理下となった。1228年、新聖ローマ皇帝、フリードリヒ2世の発した、リミニの禁印直書、現在では偽造だとされるにより、騎士団のプロイセン領有が認められ、この禁印直書を根拠として1230年に、 結ばれたで、ドツキ師団は、プロイセンの領有形を確立、ケーニヒスベルク、ゲンロシア、あとに、プロイセン公国、プロイセン王国の首都都市、発展やトルン、トルニ、マリエンベルク、マルボルク、アレンシュタイン、オルシュティンなどに城を築き拠点都市発展していった。残忍な征服者に対し、先住民は、頑強に抵抗し1260年1274年のと、なった。 だが、ローマ教皇のドイツ騎士団は、軍事的にも優勢で14世紀前半までに、プロイセンの大半は、キリスト教家された。文字を持たなかった、プルーセン人は、文字での記録を残さず、生き残った人々も次第に、ドイツや周辺地域からの移民に同化されたため、今ではこれら先住民のことは、ドイツ騎士団が作成した、現住民語の記録がいくつか残っている他は、資料が少なく、 ほとんどわからない。教皇の秩序のもと、ドイツ騎士団領プロイセンは20の大官区に分割、中央集権的システムにより、各地の修道院を拠点に、官区長が選挙で選ばれた総長の指示に、従い統治した。騎士団員は、修道士の戒律で、私有財産の所有も採大も許可されないが、ドイツからは領土を持たない貴族の指定が入会し、人材は豊富で、 移民の受け入れも盛んであった。十四世紀、騎士団領は繁栄の頂点にあった。1326年1332年の後、ポーランドはリトアニアに支援を求めポーランド・リトアニア連合は1409年1411年にをした。1410年グルンバルトの戦い、タンネンベルクの戦いでドイツ騎士団撃った。1411年第一次。 トルニの和訳で、騎士団は、領土の一部を失い、ポーランドリトアニアは1万4千人を捕虜にした。ポーランド王は膨大な身代金の年4回払いと、引き換えに釈放するとした。身代金は、イギリス王の収入の10倍であった。多額の戦争賠償金により、騎士団国家は、債務負担と増税で、経済は、悪化、1440年半ドイツ騎士団の、 プロイセン連合が結成され、ポーランド王に支援を求め、1454年、13年戦争で、プロシア連合が勝利した。1466年の第二次、トルニの和役により西プロイセンの全域と東プロイセンの一部は、ポーランド王領プロイセンとなり、ドイツ騎士団は、東プロイセンを保持したが、ポーランド王の従属国の位置とな。これにより、プロイセンは、 政治的に西と東に分裂され、1772年の第一次ポーランド分割で、プロイセン王国がプロイセンを政治的に再統一するまで、東西プロイセンは国境、市民権、自治権により待たれることになった。1467年が起こり、1479年ピョートルクフは役で、ポーランド王が支配権を得た。 プロテスタント宗教改革の時代、1525年最後のドイツ騎士団総長、ホーエンツオレルンケ文家の騎士団総長、アルブレヒト・フォンブランデンブルク、アルブレヒトはルター派に改修、辞職し、プロイセン公爵のタイトルを想定していた。しかし、マルティンルターにより約束は破棄され、プロイセン公国は初めてのプロテスタント国家となりポーランド従属でった。 公爵の首都ケーニヒスベルク、ゲンカリー・ニングラードには、1544年、アルブレヒトによって設立されたケーニヒスベルク大学があり、プロテスタントの教えの中心地となった。1618年プロイセン校、アルブレヒト・フリードリヒの死去で、ホーエンツ・ツォレルン家は断絶した。プロイセンは、ヨアヒム・フリードリヒの子で、ブランデンブルクの先帝校であるヨーハン・ジギスムンが、 プロイセン公を兼ねる、同訓連合ブランデンブルクプロイセン、1618年1701年、となった。スウェーデン・ポーランド戦争やロシアとの数々の戦争で、ポーランド・リトアニア共和国は衰退。1660年、フリードリ・ヒビル・ヘルム大戦帝国と、ポーランド・オーヤン・ニセイ・カジミエ・シュバーサは、オリバ協定で、プロイセン公領は、プロイセン公国となった。 1701年、フリードリヒ3世は新生ローマ皇帝から、スペイン継承戦争に参戦することを条件に、プロイセンの王となり、プロイセン皇国も王国となった。スペイン継承戦争に備えて、皇帝レオポルト1世が一兵でも多くの軍勢を集めねばならず、フリードリヒ1世は8000の兵を援軍として送ることを約束した。これによりブランデンブルク選定校は、 帝国の領内ではないプロイセンにおいて王と許可された。大北方戦争後期、スウェーデンからポンメルンを獲得した。その後、プロイセン王国は、ホーエン・ツォレルン家の支配の元軍事大国への道を歩んでいく。移民を受け入れる伝統は、新たな王国に受け継がれ、プロイセン地方には、フランス王国やザクセン公国などから追放された、有能なユグノーたちが移住してきて、 産業を進行させた。1772年には、フリードリヒ大王による第一次ポーランド分割の結果、西プロイセンもプロイセン王国領となった。プロイセン王国は19世紀後半さらに勢力を増し、1867年北ドイツ連邦の名手となる。さらに1871年プロイセン国王、ビルヘルム一世は、 ドイツ皇帝となったが皇帝自身はそれがドイツ帝国によるプロイセン王国の併合だと感じ、憲悪感を隠さなかった。事実プロイセン王国意識は急速に薄れていき皇帝ウィルヘルム2世がプロイセン王を名乗ることはもやほとんどなかった。プロイセン地方もまた大帝国の中では影が薄くなってしまった。1914年第一次世界大戦で 東プロイセン南部にロシア軍が侵攻。ドイツ軍は単年ンンベルクの戦いで勝利を収め、ロシア軍を撃退した。1919年、ベルサイユ条約より、プロイセン王国はバイマル共和国の一国、プロイセン州となり、西プロイセンはポーランド回廊となる。これにより東プロイセンはドイツ本土の飛び地となった。この地域に対するドイツの領土要求が、 第二次世界大戦勃発の原因となる。1933年、フランツフォン・パーペンのクーデターにより、プロイセン州内閣が解散させられ、ナチ党政権下で大管区、ガウに分割された。第二次世界大戦中、プロイセン地方は、ドイツ軍の劣勢になるにつれ東部戦線の戦場となり、プロイセンの人々は敗戦直前の混乱の中ソ連軍を恐れて多くは、 難民となり、西方に押し寄せ、ドイツ人追放跡地には、ポーランド人やロシア人などが移住した。戦争中、ナチスドイツによって追放された、ポーランド人の多くもプロイセンに帰還した。ドイツ人ではない、スラブ系民族は、追放を免れたが、激しい人口の入れ替わりのためプロイセン地方固有の文化はほとんど失われ、終戦後1947年2月25日、 連合国管理理事会法令47号により、プロイセン自由州の解体が宣言された。1945年のポツダム会談により、プロイセンは、東プロイセン、原理とアニアに接する北部と原カリーニングラード州は、ソ連に、東プロイセン南部、バルミアと西プロイセンとポンメルン東部原、ボモージェは、ポーランドに分岐された。終戦直前までプロイセンに居住していた。 バルトドイツ人の多くは自発的に避難またはドイツ人追放により国外移住となった。ドイツ西部に移住や新天地に溶け込み、その方言や習慣などは故郷を覚えている高齢者の中で細々と保たれている。戦後の混乱の中で追放されなかった少数の人々もまた共産主義のソ連とポーランドによる支配下では強制的な ソ連化によりドイツ人としてのアイデンティティを放棄し、領地や資産はすべて没収された。ドイツに移住した人々の一部は、国境追放者連盟を組織している。現在もポーランド政府は、没収した個人の資産や、土地の返却及び賠償において、拒否を続け、両国間の問題となっている。以後は、プロイセン王国を参照。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。